フィリダ・ロイドは、イギリス出身の演出家、映画監督、マンマ・ミーアや、マーガレット・サッチャー・鉄テツの女の涙などの代表作で、よく知られている。ロイドは、イングランド西部の港湾都市であるブリストルで育つ。1979年に、バーミンガム大学を卒業した後、英国放送協会に5年間勤める。1985年、 ロイドはニューウールジーシアターでの見習いの演出家として英国アーツカウンシル奨学金を授与される。翌年ロイドはチェルトナムのエブディマンシアターの演出家として任命された。そして1989年にロンドンのオールドビッグシアターの演出家に任命され、そこでのロイドの間違いの喜劇は成功を収めた。ロイドはマンチェスターのロイヤルエクスチェンジシアターへと移り、 そこで、冬物語、悪口学校、メディア、また多大なる喝采を浴びたウォーレショインカの首都王の先導者の演出を務めた。1991年にロイドは、ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーでほとんど知られていなかった、戯曲、トーマス・シャドウ・エルのバーチューオーゾでデビューした。続いて、アレクサンドル・オストルフスキーの芸術家と賞賛で成功を収めた。 また1992年にロイヤルコートシアターでのジョン・クエア六時の隔たりで初の商業的な成功を収めウエストエンドの劇場に移され上演された1994年ロイヤルナショナルシアターで批評家の意見が分かれたペリクリーズの制作も手がけるそしてロイヤルコートシアターでのテリー・ジョンスンのヒステリアとドンマーウェアハウスでのベルトルト・トブレヒトとクルトバイルの 三文オペラは世界的に称賛される。この時までにロイドの仕事はニコラス・ペインの注意を引きオペラノースへ移籍した。オペラ演出家としての彼女のデビューのために彼は少なくともイギリスでは無名であったエマニュエル・シャブリエのエトワールを上演するようロイドに持ちかけた。それからの彼女の作品にはラボ・エーム、グローリアーナ、ルイジ・ケルビーニのメデア、オペラノースでの アルバート・ヘリングとピーター・グライムズ、イングリッシュ・ナショナル・オペラ、ウェールズ・ナショナル・オペラでのカルメル・ハ・修道女の対は、ジュゼッペ・ベルディのマクベス、ポール・ウルーザスの次女の物語の初演、そして物議を醸したイングリッシュ・ナショナル・オペラでのニーベルングの指輪などが含まれる。そして彼女は国際的な賞であるエミー賞、フィーパ・ドールとロイヤル・フィル・ハーモニック協会賞を受賞した。 ロイヤルナショナルシアターでの最初の上演の賛否両論にもかかわらず、ロイドは、ウィリアム・コングリーブの世の習い、ペリクリーズ、ジョー・オートンの執事が見たもの、ミス・ブロディの青春、そしてジョン・ウェブスターのモルフィ公爵夫人を再演し、称賛された。2001年には、ロンドンのドンマーウェアハウスで、ボストン・マリッチの演出をし、賞を受賞した。 その他の最近の仕事には、詩人のピーター・オズワルドによって新しく翻訳された。フリードリ・ヒフォンシラーのメアリー・スチュアートが含まれ、ロンドンのドンマーウェアハウスで上演された。この演目は2009年春にロンドンのアポロシアターとブロードウェイに移され、上演された。1999年、ロイドはアバのミュージカルであるマンマ・ミーアの演出オファーを受ける。 そしてこの作品はウエストエンドやブロードウェイのみならず世界中で大ヒットした。この作品は2008年に映画化され、ロイドの長編映画監督デビューとなった。2008年の終わりまでには英国ボックスオフィス史上最も興行収入を上げた映画として認定された。この作品はまたイギリスで最も売れた DVD とされている。2009年、ロイドは メアリー・スチュアートでトニー・ショーの演劇作品賞にノミネートされた。また、イギリス首相マーガレット・サッチャーの電気映画でサッチャー役としてメリル・ストリープを起用したマーガレット・サッチャー鉄の女の涙を監督した。この作品は2011年1月に制作が開始され、同年12月に公開された。2012年よりロイドは 舞台の演出家としてオールフィメールキャストで、シェイクスピアを上演する試みを行っている。2012年にドンマーウェアハウスで、ジュリアス・シーザー、2015年に、セントアンズ・ウェアハウスで、ヘンリー4・四世2016年に、ニューヨーク・シェイクスピア・イン・ザ・パークにて、ジャジャウマナらしを女優のみのキャストで上演している。オックスフォード大学は、フィリダ・ロイドを2006年に、 キャメロン・マッキントッシュ・コンテンポラリー、シアター客員教授に任命した。同じ年に彼女は、ブリストル大学で名誉学位を与えられた。ロイドは、オープンリーレズビアンであり、2008年に、インデペンデント・紙で、イギリスの最も影響力のある101人のゲート、レズビアンのうちの一人に選ばれ、2010年には、同リストで、昨年の7位から順位を落として22位にランク付け、された。 2010年、新たにイロイドは大英帝国勲章を授与された。2009年にはバーミンガム大学で名誉学位である文学博士の称号が与えられている。ありがとうございます。